花持ち、すまない。私の判断ミスだ。あの製図椿はまだあの製図の内部にいる。鍵がかかっている。オーバークロックになった椿がセキュリティシステムを壊したのだろうか。まずは損傷したシステムを元に戻そう。植物の変異がこんなに。オーバークロックがかなりひどいみたい。椿が消えた。あれが新しいノードにつながるポータル。花娘は重度のオーバークロックで精神が壊れて言語機能も衰退していた。じゃあ私の知っているあの椿は。ここはブラックショアの地上。あたりを調べてみよう。
聞いて来てみたけど、やっぱり来て正解だった。私は椿、花娘って呼んでもいいよ。ラッコ村のみんながそう呼んでるの。前会った時、あなたすごく急いでて話しかけるタイミングがなくて、なんか残念だなって思って一人で探しに来たんだ。ラッコー村の状況は？負傷者は他の地域に移動した。ほとんどの人が無事だったよ。これもあなたが早く来てくれたおかげ。ほとんどの人が無事。ここも私が知ってる歴史と違う。でも状況こそ違うけど、私はどの世界でも椿と出会っているようだ。あなたがブラックショアの指導者だよね。その上陸する許可はもらってないんだけど、お願い許して。今は共鳴能力もあるし、何か手伝うから。わからない。この前村に来た協力者の話によると、私はとっくに共鳴能力に目覚めてるっていうラベル測定の結果が出てるんだって。でも村にいた時は気づかなかった。それに村に来る前のことも覚えてないし。私ある秋の朝に湖の近くの森に突然現れたんだって、村の人が言ってた。でも私にはそれ以前の記憶も行くあてもない。だから村に住まわせてもらってるの。お願い、このままブラックショアにさせて。私あなたの花持ちになりたい。でもテストに合格すれば話は別。ブラックショアは世界を守ろうとする人を拒まない。本当？よかった。そうだ、名前教えてよ。ありがとう。いい名前だね。絶対忘れない。嬉しいな。本当にとっても嬉しい。つるまでふわふわになってきちゃう。でもなんかちょっと変な感じも。ちゃんと話すのは初めてなのに。その名前、どこかで聞いたことがあるような。見て、これが私の共鳴能力。みんなに自慢してるんだ。あなたといろんなところを巡って、あなたみたいな強い人の生き方をこの目で見届けたい。この花あげるよ。これからよろしくね。
あ、来たんだ。仕事終わったんだね。それじゃあ少しおしゃべりしようか。最近はおとなしくしてるよ。言われた通りね。トラブルも起こしてないし、変な場所にも行ってない。空気の読めないやつ、私と漂白者の時間を邪魔するなんて。ラッコウ村でのこと教えてあげるよ。私当事者だし。残像町の侵攻からもう数ヶ月が経った。あの時私はオーバークロックのせいで花の木になってた。でもあんな残像たち敵じゃないよ。みんな洞窟に閉じ込めてやった。クリリのレコードでは椿が発見されたのは地下の洞窟だった。どうやら今回は正しいノードに来たようだ。気になる？私が花の木になってから村の外に投げてやったわ。どうせあそこにいても死を待つだけだからね。ま、私が助けられたのはほんの一部だけ。でもあの人たちはちゃんとあなたを私の元まで案内してくれた。それは意外だったかな。おじけづいてとっくに逃げてると思ったから。私そんな弱い人たちには興味ないの。今回は村に住まわせてもらった借りを返しただけ。持ってるなんて可愛い人。私は思ったままのことを話しただけ。弱い奴らに構う暇なんてない。私が植物に変異してた時何もできなかった。笑えるほど無様だった。あなたは私をオーバークロックから救い出してくれた恩人。一応礼を言っておくよ。ラッコー村に来る前のことはもう覚えてないけど、あなたは私が唯一興奮する相手。どう？私を花持ちにする気はない？私を野放しにしたら何をするかわからないよ。でしょ？なら私を花持ちにした方がソラリスのためになるし、厄介事も減る。まあラベル測定を受けた時オーバークロックになりやすい体質だって言われたのも事実なんだけどね。今は大丈夫でもいつか感情が高ぶって制御を失ったり力に飲み込まれるかもしれない。でもそれも運命。運命が私たちを引き合わせてくれた。なら私はいい運命も悪い運命も受け入れる。あなたに惹かれたことも運命の贈り物も略奪も私は全て受け入れる。ねえ知ってる？植物の中には大きな木に自分のつるを這わせる子がいるんだ。本来その木が浴びるべき日の光を自分のものにするために。そういう植物はね、自分の体で覆うその木の全てを自分のものにしたいと思ってる。これからは一緒にいる時間も多くなるし、じっくり
たっぷり私と遊べるね。だからこの花をあげるね。私の大切な。正しいノードを見つけた。ワープを回避する。ムカつく製図。遠回りさせられた上に罠にはめてくるなんて。でもあいつのコアもここに閉じ込めてやった。もうどこにも逃げられない。奥まで行けば仕留められる。漂白者とはぐれたのはちょっと残念だったけどね。それにしてもここに来るまでに見た世界、面白かったな。漂白者にも見てもらいたいな。十数年前のあの時、ブラックショアに戻ってもう一度花持ちになるような選択をしなかったら、そこから無数の可能性が生まれていた。名もなき旅人の私も、フラクトシデスの一員になった私も、必ずあの人と出会っていた。私は自分の記憶を閉ざし、過去を空白にした。これは、本当に正しい選択だったの？これは、私？あ、そうか。花娘の情報が保管されている製図だもんね。じゃあ、これは私が経験した過去。記憶を閉ざしたってことは、ここは私が最初に目覚めた洞窟。つまりこれが花娘が記憶を閉ざす前に見た最後の景色。でもあの人は自分の選択を示した。なら私もそうしなければならない。こんなくだらない生き方なら死んだ方がずっとマシ。漂白者？私は前からあの人を知っていた。やっぱり漂白者と一緒にいると本当に退屈しないね。ついて行ってみよう。それと、あの力も使うべきじゃなさそうだね。今、オーバークロックになったら、漂白者に勝てなくなった。台座にあるのは、種？あの花は種を求めてる。種を置けば、扉が開くはず。思った通りだ。種が隠された道を作り出した。やっぱりこの空間は創造者に背いて私を助けようとして。それがあなたの最後なら、私にも聞かせてよ。あなたがあなたの記憶を消した理由を。
局あの人は最後にこの道を選んだ。確かに私はあの人の過去もブラックショアのことも知ろうとしなかった。だってそんなこと知っても何にもならないから。私はただあなたと一緒にいるだけで幸せだったから。でもあの人はブラックショアを離れようとしている。しかも自分の記憶を捨てて。これがより良い結果なの。ジョアが求めるより良い結果はソラリスを救うこと。本当にくだらない。どうしてあの人を奪うの。私の唯一のお気に入りで大切な遊び相手なのに。よりにもよってなんであの人が、なんで。これが私の過去？私がこんなに感傷的になってるなんて変なの？でも他の世界を見て予想はついてたけど、やっぱりあの人がブラックショアの指導者だったんだね。ラベル測定の結果が日に日に悪くなってる。医者からもショアキーパーからも戦うなって言われた。あの人たちを否定するつもりはないけど、私のことを一番知ってるのは私。これは根本から直さないと意味がない。制御できないこの感情がなくならない限り。ラッコー村に来るまでのことをよく思い出す。あの村であの人と出会ったのは運命の祝福？それとも私を縛る呪い？もう過去の思い出なんてどうでもいい。何か思い返すだけオーバークロックがひどくなる。あの人がいなくなった。私は待つべきかどうかもわからない。もしあの時私が死んでいたら、もしあの人に出会わなかったら、死、それはただの終わりで、それ以上でも以下でもない無意味な発想。孤独、死、そんなことを気にするなんてちっとも私らしくない。獲物の匂いだ。これ出ました。いい感じ。おとりくれ。胸が苦しい。ここの空気に当てられて体も感情もおかしくなってる。この製図のせいか。早くあいつを仕留めないと。何が欲しい？
命、私のもの。はっ、あっ、あがっかりさせないでほしいの。治療を続ければかろうじて生きることはできる。でもオーバークロックの治療を繰り返せばこの体はどんどん壊れていく。体力も精神も、そしてこの力も次第に消える。あの人が戻ってきた時、私がそんな状態だったらきっと私は必要とされない。もう自我すら保てない。あの人から同情されるなんて嫌。そんな生き方をするぐらいならいっそ死んでやる。私がそんな情けない弱者になり下がるなんて許さない。まずい、ここのせいなの。また体が（笑）いつもオーバークロックに足を引っ張られるなんて。私はブラックショアを出て、あの人と出会った場所に向かう。そして、この縁を終わりにする。彼女からもらったこのブレスレットは、ここに残しておこう。もう私は、思い出に浸るなんてことはしない。オーバークロックを抑制する方法は、もう一つある。オーバークロックの根本の原因は感情の暴走。そして私の感情を揺さぶっているのはこれまでの記憶だから、私はそれを捨てればいい。私だってあの人と同じ道を選ぶことはできる。私の本能、これはあの人からもらった贈り物。これだけは捨てちゃダメ。私はこの本能があって初めて私になる。花が水を求め、獣が血肉に飢えるように、たとえ記憶という抜け殻をなくしたとしても、私の本能はあの人を追う。いつか再会を果たした時、変わらない関係でいたい。だから私は自由に生きてやる。まあその選択は私も正しいと思うよ。私の最後は欲望と本能に身を委ね、咲き乱れたまま。Thank you.
がっかりさせないでほしいの。力だの口にしておいて、そんな無様な姿を見せるなんて情けない。出てけ。獲物の匂いだ。かわいい小鳥ちゃん、とっとと落ちちゃいなよ。それはあなたの力、どうして拒むの。これ楽しそう。空に去る。私は溺れるつもりはない。全部忘れちゃうのに、なんで苦しい思いをするの。うるさい。もうあなたはあの人と一緒にいられないのに。あなたとはぐれた後、たくさんの場所に行って、私とあなたの間にあるいくつもの可能性を見た。ある時は、名もなき旅人としてあなたとすれ違い、ある時はフラクトシデスとしてあなたと剣を交えた。たとえ何度忘れようとも、この本能に導かれる私は必ずあなたの前に現れる。一緒に始末しちゃう？はっ！えい！ふっ！やっ！
あなたと一緒に戦うのとっても楽しい。この役周波数、あなたの全てが私を狂わせる。もうどこにも逃げられないよ。さあ、これ楽しそう。摘み取る。こいつ弱すぎ。まだまだ遊び足りないのに。漂白者、私とはぐれた後どこにいたの？どうやってここを見つけたの？あなたも違う私たち、私たちの違う可能性を見たの。やっぱり漂白者、あなたはあのブラックショアの指導者だったんだね。今週場外であなたを見つけた時、懐かしい気持ちになった。私も面白いことを知ったよ。私は十数年前に洞窟で目覚めて、ソラリスを放浪した後、ブラックショアに戻った。それに世界の異なる可能性も見た。些細な歴史のズレが生み出した全く違う未来を。でも、どんな世界であっても、あなたは私を助ける。私たちの出会いは、運命にだって邪魔されない。たとえ、どんな未来が訪れようとも、私とあなたの出会いは果たされる。あなたは、私の運命の種で、唯一のお気に入りだから。今回オーバークロックを抑えられたのはあなたのおかげ。でももうこんなヘマはしない。あなたにこんな姿見せたくないからね。さっき擬態コアを倒したから、この製図は当分行動できないはず。帰ろう。座標をベアドレッドに伝えたら、この任務は終わり。あとの時間は私にちょうだい。何をするの？それは後で教える。これは予想外ね。お帰り。無事でよかった。私と漂白者だよ。あんな製図楽勝に決まってるじゃん。座標は受け取った？ああ、後のことは任せてくれ。そうだ、椿、ショアキーパーから伝言だ。後で治療ポットに行ってあげて。ああ、
別にもう体は大丈夫なのに。分かったよ、本当に心配性だなあの人。でもブレスレットを取っといてくれたのはあの人だし仕方ないか。じゃ漂白者行こっか。そうだね、地上に行こう。ベイルド岩、始まりの場所に。痕跡を探してるときに写真を見つけたでしょ。あれを見て思ったんだ、形になるものを残すのはいいことだって。だから私のこと撮ってほしいな。昔は私たちのことを記録してくれる人がいたけど、これからは自分たちでやるしかないからね。これは私たちの証。記憶よりも鮮明な刻まれた一瞬。とっても強いブラックショアの指導者様ならこれくらい簡単でしょ。漂白者、ファインダー越しの私。上出来。私もコピーして大切に保管するね。構図漂白者、あのブレスレットは持ってる？それはあなたが持ってて。あなたには私をもっと身近に感じていてほしいから。私たちは秘密の過去を持ってる。でもこれはその過去を証明してくれるもの。このブレスレットは一体？これはね、元の機能を失ったプレゼント。最初はラベルスペクトルを観測し、オーバークロックを事前に知らせるための装置だった。でも今の私にはもう用済み。だって私は強いから。今回みたいなことがない限り私が負けることはない。
今回の一件を通して、いろんなことを知った。思ってたよりずっと面白かったけど、ま、これ以上深入りする気はないかな。私は今のままがいい。記憶を取り戻したところで、どうせ治療ポット送りにされるし、私は、私を信じてみるよ。私が記憶を封じたのにも、それなりの理由がある。その理由があなたの記憶に関係してるなら、いつか思い出す日が来るかもしれない。それに、記憶がなくたって、私たちには関係ない。だって、こうしてまた出会えたんだから。きっとこれから、もっと面白くて楽しいゲームが、私たちを待ってる。もう昨日は終わった。だから私は、今この瞬間を楽しんで、これから訪れる明日を想像する。そういえば、私も聞きたいことがあるんだった。漂白者、あなたは、記憶を失って新たな道を歩むあなたは、今を楽しんでる？私と同じだね。私が一緒だから大丈夫だよ。だって答えよりも答えまでの過程の方がずっと面白いもん。ここは私が最初に上陸した場所で、全てが始まった場所。ここの真下にはあの星空があって、テティスシステムがある。この世のあらゆる事象を記録してるテティスシステム。無数の可能性がその中で湧いては渦巻き死んでいく。でもその無数の可能性の中で私たちは出会う。星の海が示す全ての道がそこに収束するなら、私たちが出会わない宇宙はもう滅んじゃってて、私たちが出会ったこの世界しか残ってないのかも。もしこの宇宙が花だったとしたら、ここは種を育てる者にとって完璧な世界なんだね。
ー